はいどうも長ですじゃあね、えー、こっちのチャンネルのこの動画では、連日ね、えー、とこのアンミカさんのさ、ね、このどんベイの CM から始まりの、まあ、始まりのというよりは、ね、そもそもね、えーまあ、なんか問題提起、きっかけはやっぱりこの日本への,この侮辱発言ですよね、反日発言、反日行動を、ねうん、しながら、日本で仕事して金稼いでっていう。 うん、失礼ですよねっていう、そういう話ですよね。別にこれ、誹謗中傷でもなんでもないはずなんですけれども、まあ、反日クソマスコミ界隈なんかは、パヨった連中なんかは、ね、差別だと、誹謗中傷だと、ね、嘘そでたらめだっていう、要はこの密入国の件、ただ今日は密入国も本当だっていうのはばれましたけどね、うん、さあ、こっからどんな言い訳してくるのかっていうところなんですけど、こっちはね、今回このその話じゃないです。そ、ね、そもそもこの人なんか い今この通販クイーンみたいなそういう立ち位置、えー、なんかそういう,う活動もしてたら人なんでしょ、うん、しかもなんか自分のなのなんていうのかなあコラボ商品じゃなくてなんんていううだろう自分とこの,この商品デザインしたというかあ要は監修とか,なんかそういうのあるじゃん、ね、要は自分とこの,この商品ですよね、うん、に このミカホワイトっていう、この、要は、歯磨き粉ですよね。粉ではないですけど、歯磨き。チューブのさ。うん。あれでもうなんか、え結構古いコメントもあったから、このずーっとこの坂本、1年ぐらいなんか、詐欺商品じゃねえかみたいな感じで、このずーっと実は、うん、もう、なんていうの、炎上し続けてるっていうのかな。 そうですね、少なくともこの1年前にはもう問題提起してこの例えば動画とか SNS で、ね、あの動画を上げたりとかこの情報を発信している人がいるんで,そうです、ね、最低でも1年はもめてるんですよね。うん、でこれ何が問題なのかというと歯磨き粉だからさそ歯磨きたい。 ね、このなんかいい歯磨きないかなって探してる人なわけじゃん。で、そう,いう人たちって当然、まあこれ <laughs>、いわゆるこのなんか LP とかに貼っつけるようなこの画像でしょこのいわゆる購買意欲を、ね、促すための,あの画像ですけど、歯、白い歯。当たり前ですけど、白い歯ですよね。うん。で、このミカホワイト、ミカホワイトって言われてますけど、このアンミカホワイト。うん。 まあなんかパッと見ほら、やっぱりこの言っても芸能人だからさ、歯命みたいな、真っ白な歯してるわけじゃないですか、ね。こういう歯になれるんだって。やっぱ見た人、要は知らない人はやっぱそう思って買いますよね。うん。でこの商品がなかなかタチの悪い。うん。えー、例えばね、これまあ調べてみると、うん、まあもちろんね、これ賛否両論ある前に、今これアフィリエイトしてる人間もたくさんいるからさ、ね。うん。 いやこ,のこういう意見もあるというその賛成、肯定する意見も支持する意見もあるけども中にはこの反対意見もあって,つってそうそう、実態と全然関係ねえそういう情報も山ほどあってねなかなかこの調べるのはちょっと時間かかっちゃったんですけどもまあ例えば、YouTube でもねこの動画もうたくさん上がってるんですけどそうだな例えばこの歯医者さん、歯科医、専門家歯科医から見てもうぶっちゃけこれ詐欺ですねっていうなんか動画があったりとかね。 まあ,あと、アンミカさんが監修のミカホワイトの効果はっていう、購入現金、ネガティブな、ネガティブなというか、いや、これは違いますよと。そういうね、内容があまりに多すぎますよね。で、これなんかからくりというか、そもそも効果も、調べていくとね、このホワイトニング、ホワイトニング有効成分っていうふうに書いてあるんですけども、で、実際この白くなる。 ね、よく知らない人はやっぱりアンミカ流ホワイトニングメソッドなんて言われて、ね、白い歯宝石の輝きって来たらキーってなるじゃないですかなれませんタバコ吸う人とかこのあとワイン好きな人あと日本人はそもそもこのだしおだしねだしの文化だからこの着色はもう変な話避けられないそういう何かあの生活をしてるじゃないですか うん、食生活からしてそうだから、ね、このステインガーとかって、ね、知ってる人は知ってると思いますけど、まあ、しょうがないですよね。だからこそこの、ね、定期的に豆な人は歯医者に通うだろうし、ね、でそんな余裕ない人は、な、ま、ん、あ、とかこの歯磨きでって、もう昭和の頃、もう元若い頃、だろうな歯磨きなんか白くなるっつって流行った、なんだけ今もあんのかな、ザクト。ザクトって知らないですか。なんかガンダムのザクみてえだな、みたいな。 なんか確かねあの、ジャンルでいうと昔でいうとタバコ歯磨きみたいなジャンルなんですよ、研磨剤が他の歯磨き粉に比べてだなんかちょっとパサパサしてるんですよね、そうそうそう、そうなんか親父が使ってて、なんで粉なのみたいな。 でもなんかそうなんかよく落ちるみたいなでも実際は大して落ちてなかったと思うんですけど <laughs> 多少ましかなみたいな感その程度なんか気は心みたいなレベルだったような気がするんですよ思い返してみてもねわかない一応効果はあったのかもしれないんであれですけども僕のなんか使用感ではそんなイメージなんですけどもまあ例えばねこのなんかこのホワイトニング有効成分配合とかって書いてあるじゃないですか書いてあるんですけどこれ違法らしいんですよ 厳密に言うとこのホワイトニング有効成分っていうのがど,どこまでのことを言ってるのかねえなんか幅広く持たして突っ込まれたら言い訳するように備えてるのか知らないですけどもこれなんか歯医者さんが言うには今この歯医者さんで使うこの歯科医でやるその何ていうのメニューでこのホワイトニングってあるじゃないですかあれに使う何かなんとかっていうのを そのじゃあ、歯磨き粉にもう最初から入れとけばいいじゃん、それで売ればいいじゃんって。それなんか一応日本の法律だとダメらしいんですよ。歯医者さんでやるのはいいけども、それをなんか歯磨き粉に、ま、練り込んであの市販したらダメらしいんですよ。これはなんて言うんだっけ医薬部外とかっていうんだっけなんか要はこの医者が使う分にはいいけど、素人になんか勝手に売っちゃダメらしいんですよ。だからこれ嘘なんですよね。うん。 だからまあホワイトニング有効成分とは歌ってるけども、歯医者さんでやるホワイトニングと同じ効果が得られるとは言っていないから詐欺ではないみたいな言い訳なのかもしれないけど、これダメ,ダメらしいんですよ。うん。あとなんかこの消費者センターに駆け込むレベルの案件ということで、いわこの定期購入、定期購入詐欺みたいなことも言われてて、えー、これはどうなんだろうね。通販とかでよくやる手口なのか、 僕もなんかね、似たようなのに引っかかったことあるから、これはどうなんだろう、訴え出たらなんかひっくり返せるもんなのかどうかちょっと分かりませんが、お試し価格ってよくあるじゃないですか、サプリメントとかでもさ、うん。ね、なんかもう、何回分とか何日分、だからまるこの1ヶ月分とかっていうんじゃなくて、なんかこう、ちょっとショートな感じで、500円でワンコインでとか。 1000円でお試しでとかってだからそういうのあるじゃないですかうんでそれは分かるんですよ所詮お試しサイズのお試し価格だからだからこの正規のなんかこのじゃあお試ししてみてあこれは効果あるいいなってなったらあの定期購入にだから例えばお試しが500円だったけど本来のその商品価格は、えー、2000円とか3000円とかねうん でもこれね、違うんですよ。そのお試し価格がその,そのもの、980円かな。980円で1本丸々お試しできますよと。で、もう自動的にこのなんか定期購入に移るらしくて。で、その値段がいくらっつったっけななん,なんか数倍跳ね上がるんですよね。 そうだから、まあ、歯医者さんから言わせると、ね、そもそもホワイトニング効果なんて、ね、ないのにもかかわらずいわ、えー、のばれてこの断られてこの解約うーできないようになんかこの小細工もされているっていうか電話もつながらないしなんかすごい小さい字でうんうんなんかもう気づかないうちに。う 止めたくても止められなくて、えー、っていうなんかそういうふうに3000円かなあさ違う3000円どころじゃないかな56000円だよね3ヶ月集中コースで19000円とかっていう請求っていうふうに訴えてる980円だけどもね適購入だと56000円月 <laughs> でそれがなんかもう自動で進んでいくっていうなんかそういうシステムらしいんで、うん、まあなんかね、うん、あのー、立ち悪いっていうことで、えー、騙されないようにっていうことでご覧になってのはあなたは多分大丈夫なような気がしますけどもいやーこの有名人ねこのモデルさん、えー、芸能人芸能界で活動しているっていう立場を利用してまあ 詐欺まがいというふうには言われてますけど、まあ、詐欺行為ですよね。うん、だってそもそもだって自分自身だって正体偽ってるような人ですよ。ということでだからまあこういう人が、ね、なんかこういうことをやってると、まあ、ついついなんかねいやアンミカさんだからって、うんね、日本の,この芸能界テレビつけたら、ね、この活躍してる有名人だからって、まあ、多分そういう判断しちゃう人もいるんでしょうね。うん いや、待てよ、と。ね。そもそもどこの国のどういう人なのかっていうのを、大丈夫っていう、そこですよ。うん。だそれ知ってれば、だってもうそもそも判断なんか間違いようがないじゃないですか。うん。僕はそう思うんですけどね。うん。あれだって嘘の呼吸の使い手でしょ向こうはさ。ね。うん。むしろなんか信用しちゃっているところが、うん。え、大丈夫って思いますけど。うん。ということでね。 我々は大丈夫だと思いますけど、もしそうじゃない人が近しいところにいるんだったら教えてあげてください。うん、じゃあ